桜がいっぱいだ。綺麗。椿、待って。ゆうくん早くこっち来て。大丈夫？ゆうくん。泣かないでね。ほら、桜さんたちを悲しませたくないでしょ。椿、僕を置いていかないで。ううん、私このままゆうくんと一緒だよ。これからもずっと一緒に遊んで、春が来たらまた一緒に桜を見上げる。きっと楽しいよ。じゃあ来年も、その次の来年も、ずっと、一緒にいようね。うん、約束。おい、待てて。何？何って、お前わざと俺も失踪だろ。早く帰って宿題終わらせたいんだから、用があるなら早くいなさいよ。用って、そんな言い方ねえだろ。俺はただ、またデートしようとか。ふん、そんな暇があるなら勉強しなさい。今日もまたそんな態度。今のお前が迷い変わったって分かってたのか。ねえユウ、明日花見しよっか。ああ、なんでいきなり。なんでって、もう約束したんでしょ。春が来たら一緒に桜を見に行くって。なんだ、覚えていたのか。もちろん、約束したのは私なんだから。じゃあ明日行こっか。まあ、行きたくないならいいけど。おいおいおい、なーにそれ。俺何も言ってないから勝手に決めんな。うん。じゃあ、行こう。じゃあ決まり。それと、明日も、お前に話すことがあったんだ。ちゃんと来てくれよ。うん、わかった。